お疲れ様です。今日ですね、バランス調整内容が発表されました。ということで、こちらツイッターの方でカブトムさんがねまとめてくださってるので紹介していこうと思います。いつもありがとうございます。さあ、今回合計10枚が調整されますよというところで、まあ、一応暫定版ってことで、まあ、9割方は確定です。さすがにこれは強すぎるなみたいな、この調整はどうなのみたいなのがあると、まあ、最終チェックで、まあ、やや変わるんですけども、まあ、ほぼこれですね。で、まあ、大きな変化で言うと、やっぱこのヒーラーに、登場時ヒールというものがね、はい、加えられます。ヒールね、昔あったんですよ。そういうカード、呪文があったんですけども、僕の大好きだったんですよ。はい、それなくなったのが、まあ、気持ち返ってみる、来る感じかな。はい。まあ、でも、このヒールっていうのは、まあ、単純に回復効果です、回復。アイスイズの遅延。召喚時遅延みたいな感じで召喚時回復がね、はい、あります。まあ、200っていうのは結構少ない。どんぐらいかっていうと、まあ、フリーズの呪文って一応ユニットにダメージあるじゃないですか。まあ、あれが150ぐらいなんですよね。感想だと。なんでまあ、フリーズで相手に与えるダメージよりちょっと回復するぐらいなんで、思ってるほどは回復しないって感じですね。まあ、でもやっぱミリ回復するだけで、時事に出したね、三重師だったりだとか、スケドラ、なんでもダクネとか、なんでもちょっと回復して、ちょっと残るだけでね、大きく変わると思うんで、まあこのヒーラーにヒール効果ついたっていうのは、結構おもろいんじゃないかなっていう、まあ地獄のエリゴレ環境が来るんじゃないですか。あとまあ見てもらえればわかるんですけど、何これダクネ、ベビドラ、スケドラ強化っつって、おめでとうございます。はい。ゴレ使い、ラバ使い、エレジェイ使い、もう大型ブチコレ環境やんっていう、えぐくないこの。何これ偏りすぎてないですか。そんなことない。なんか単純にスケドラ HP 増えてユニットの感覚広がる。だからまとめて範囲されにくいって感じかな。ただただ強そう。まあ5ではね、やられると思いますけど。まああとアイスイズの召喚時の範囲が広がる。で、ベビドラの索敵範囲が狭くなるんで、まあ誘導されにくくなるっすよね。逆サイでアイゴレ誘導とかそういうのもちょっと難しくなるよねと。でね、まあ俺は気に入らないっすね。ダクネの死亡時コウモリ2体。これなんか最初、本場初期は4体で、そっから下方されて2になったり0になったり2になったり0になったりを繰り返して、まあ、弱すぎる強すぎる問題のね、死亡時コウモリ2ですよね。まあ僕ダクネの大っ嫌いなんで、ゴレダクネマジ嫌いなんですよ。守れない。防衛むずいっす。これだけで組まれるだけでおられちゃうんで、いやダクネはねマジ苦手なんですけど、まあ一応そのダクネに対してのね、スケドラ、アイビズ、ベビドラあたりが強化されてるんで、まあ許せるっちゃ許せるけど、まあ嫌ですよね。ヒーラーダクネゴルとかヒーラーダクネのこのセットはねちょっと増えそう。それこそエリゴルダクネヒーラーおめでとう。そんでこっち側なんか高回転系かな、もう再現流行りに流行ってた高回転が基本下方されますよということで、まあアイスペア強すぎたっすね。で、ダクネが一応増えるって考えると、今後 LSP 採用もね、すごい良さそうかなと。ゴブリンの設置時間伸びたのはね、どうだろうね。まあ、そんな変わんないよね。正直そんな変わんない。今までがまあ使いやすすぎたのが、ほんのちょーっと使いにくくなる。そんだけ。で、ポイもタワーダメージ下がる。結構下がるね。17%。けどよ。結局ユニット A のダメージとか防衛面では変わんないと思うんで、全く使えないとかではないですよね。マイティも同様ですね。HP6% でかいけど、結局ゴーレムとかその辺が増えるってなったら、マイティ強いしね、優秀なんでね。全然まだまだ活躍できそう。で、俺の大好きだったゴブ小屋が、壊れた瞬間やりゴブが3体じゃなくて1体しか出てこない。これはね、まあでも3台出てくるのやっぱ強すぎたって考えたら、意外と弱くなっちゃったんじゃないかなって感じもしてます。新環境は大型がだいぶ強そうなね、環境ですね。大型使いの方はね、はい、ちょっとベスト目指して頑張っていただきたいところで、まあ暫定版なんでね、こっからちょっと修正もあるかもしれませんよと。さあ、というわけで今日はね、もちろんこちら、エリゴレヒーラーやっていきます。ヒーラー強化されるんでね、召喚時回復で、なんか何でも事故りそうだな、本当に。まあでも円はちっちゃいですね。雪玉とかザップと同じなんで、まあ範囲は広すぎないといえど、なんかね、ミリ残りが全部こう、残って事故がすごい生まれる環境になりそうですけども、まあそれもまた楽しみですよと。言ったところで、まあ実際に多分ある程度増えるだろうエリゴレはこっちの方じゃなくて、何エリゴレダクネ
エリババとかそっちのねダクネ型の方が増えそうですけども、わあマジダクネなんで強化しようって考えるんだろうな。ほんまにダクネ嫌いなんですよね。うん、納得がいかないダクネという存在に。でキング起動できないでしょ納得がいかない本当に。エリポンゴリやしおりやんこれ。さあまあでもこれはあどう考えてもやべえか。どう考えてもやばいかも。いやでもライドラで超頑張れたらいいなっていう話。タゲをこっちに。お、いいタルババですね。いやでもねこれエーリピンがあれが危ないね。さあまあライドラベビーであとヒーラーもあるんで頑張って耐えれたらね全然あるんですけどね。耐えれたらさあ耐えて耐えてまた小屋で削るか。ライドラ2周とか回せたらね俺は一番強いんですけど。さあ小屋を延命する。アシマエリゴレまでちょっと見える。え、行かないっすね。守っていいと思う。でもライドラあれば何でも守れちゃうんですよ。だからこのライドラを抑えた瞬間のおーアシマエゴレとかね嫌だなーって思いながら。アイテム持ってきますね。でここ勝ってあげるともう悲しいんじゃね。はい、気づけばユニット溜まったんでライドラだけ引っこ抜こう。こいつだけ危ないんじゃね。こいつだけ引っ張ってヒーラーで回復したらありゃー無限回復って俺はもう終わるやつ。いや気持ちよいや増えるぞエリゴル増えるぞ。もうこんな平和なエリゴルじゃないよ。開幕エリゴルズドーン、ヒーラーダクネズドーン、レイジヒースピーグッドゲーム。はい来た最悪だ最悪だ。いや最悪だ環境コートしてるやばいな。え、これやってないっすか運営。いや何で勝てんだ。そのエリゴレダクネヒーラーでしょ、ゴレダクネでしょ、ゴレダクネスケドラかゴレダクネベビドラか知らんけど両方入ったんか知らんし。でまあそこに頑張りたいでエレジャイが出てくると思うんだけど、アイスイズベビドラエレジャイとか、まあベビドラエレジャイ、インドラエレジャイ、あーインドラエリジャイでもねヒーラーで回復されてエリゴレに多分勝てないと思うんですよね。どうだろう。まあゴレダクネミニペとかすげえ強そうだな。えちょっと高回転さ、いやまあポイはユニットには頑張れるけど、まあ頑張れるから守れはするけどね。マイティもやっぱ高回転の核となってた、中心となってたからさ、そう考えたらどうやって守るんだまあ枯渇とかだとねロケ防衛があるかエリゴレにはね。まあでもエリゴレ側もねやっぱこう両サイドに組みながらのロケットを外していく戦い方があるんで、あれちょっとちょっと待ってよ。エリゴレエリゴレゴーレムエリジャイどうやって守るんですかね。いやまあ本気で守るってなったらもうロイジャイか、ロイジャイで頑張るぐらいしか思いつかないっすよね。いやーでも高回転使いはちょっとねむずそう。今までやっぱまあマイティが強すぎたっていうのもあるんですけどね、マイティで何でも
頑張って溶かしてどうにかするみたいな。マイティ解放されちゃったんで難しいね。さあグッドゲームって言われてる。グッドゲームはなんか鬱陶しくね鬱陶しいとか言っていいんか分からんけど、まあボーラーフリーズバルーンかスケラスからね、それはグッドゲームって言いたくなるんですよ。これはねエリゴレがねいらない。さあグッドゲームって言ってきたんで俺もグッドゲームって言っとくか。いやまあこれはバルーンっすね。ライドラ重要。トルネ使っちゃったけど、あれ？お？おっと？なんかありそうな。あーいいフリーズ。でも止まるかな？ワクワク。ワクワク。ワク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 。ラーニャ嬉しい。ライドラが。止まんなくて嬉しいな。グッドゲームですねいや違うこれね、相性はねその何もうライドラベビドラでフリーズしとけば何でも守れちゃうんで、エリゴレもボーラーに弱いんでね。でも相性良くて、あー気持ちよくなってグッドゲームとか言ってましたけども、はいおめでとうございますって感じ。ちょっと思ったのがスケラの、だからスケラがちょっと弱いかもしんないですね。今季だいぶ強いんですけど、あ、でもどうかな。そのスケラってゴブリンに弱いんですよ。で、ゴブリンが、まあ、一応解放されたって考えると、スケラからしたらありがたいんですけど、言うてそんな、なんか、どでけい解放でもないんで、まあ、多分今後もゴブリンはいると思うんですけど、そのヒーラー召喚時回復あるんで、ゴブリン出します。ポイズン打たれます。ゴブリンが HP 減ったところでヒーラー出せば、そのゴブリンまた残って、スケラの処理してくれたり。まあガゴとかでも同じっすよね。まあ何でもダクネでもいいんですけど。で、ヒーラープラスの、なんかまあ、小物系のユニットの組み合わせがだいぶ強そうだなっていう思いがしたけど、まあヒーラーの回復量が、どんぐらい本当に難しいっすね。いやでもだいぶ来シーズンの中心になってきそうな気はする、ヒーラーが。ただただ多分楽しみっすね。なんか新要素で最近ではなかった、ずっとなかった。あーマジこれきつ。新鋭隊ロイホグオバザッピーね、テンプレ。まあほぼ芝居とくか。さあ耐えましょう。意外とダメージなんか入ってるっすね。耐えたらよ、相手の呪文が、まあ、5ヤナメじゃない限りは頑張れる。5ヤナメじゃない限りは頑張れるけど、ゴルナイ嫌だな。あれめっちゃ知ってくるやん。さあ耐えたい。このはみ出し強いよ。言いたい。いやいい許容だ。これ間に合わないか。
イリゴレ受け、いやヤンキーかな。可能性はあります。リーダーで回復して、もう一回リゴレ行っていいんじゃないこれ。あ、やべえ、やったエリゴレ使って一番やっちゃいけんすね、このシバトルね。今これホバ飛んでたって考えたらだいぶ平和だった。あ、でもライドラが、お、いやホバ飛んでたら絶対勝ってた。さあやばいっす。あ、これ相手のタワーに入れようとしたんです。あーでも守れたら勝ちっす。芝の芝の芝をしてなんとかなりそう。壊されたくない。さあ今日できそう。あ、これはもうやたるでしたね。ファイボがない、エリゴレのりさ回復して、ピースピも添えて回復して、逆サイドは無視できる。これで一応耐えてね、タルで耐えてあー幸せすぎる。この相手にね、ファイブポイズンロケないと、ああいう自分がない時はね、もう幸せですよ、天国ですよ、組めばいいだけ。さあ来シーズン呪文ないデッキ使ってる人はね、だいぶ苦しいかもね。まあ、マジアチャとか、あるならあれですけども、ダクネ系には、ちょっと、対策しないと、ある程度のね、有利を取れるカード入れとかないと、怪しい香りがすげえすんな。お、だいぶ、お、チンパン来た。これ、どう考えたらでも、ゴレっすね。このベビドラ、禁忌されるかな。矢沢の可能性もあるのか。さすがに、エリアド、ケツゴレ、エリゴレ。さあ、ゴレ VS エリゴレ。まあ、来シーズンこんなんばっかでしょうね。ふん。えぐ。見えてない。いや守ろうかな。あー、それ強い。やばすぎるよこれ。どういうこと。これもさすがに行くよ。さすがに俺は行くよ。いやー、そうなるっすよね。ええちょ待って、やだ、もうもうやだ、俺だから嫌いなんです、だから嫌いなんです、マジで嫌い。いやマジ来シーズン終わってるっすわ。じゃあほんまにほんまにほんまに嫌な環境来そう。いやどうしよう、来シーズン何使ういやーもう強化されてないですからね、あれもまだ。いやあれっすね、俺も初手ゴレダクネするわ初手ゴレダクネして、祈って勝つわ。そういう環境だな。いやーマジかよって感じですよね。えぐい、もうダクネだけは本当に、ダクネだけは本当に嫌いどころじゃない、もう受け付けてない、うん、なんでヒーラーがプラロワというゲームから消されたのかが理解できない。
ヒーラー、ヒースピ、ヒー、ヒールか、ヒール。絶対ダクネだろ。どう考えてもダクネの方がもう良くねえだろこのゲームによ。さあ、もう小屋置いとくし。来シーズン小屋も置けんくなるし。おーい。いや今シーズンが楽しすぎたか。そしたら小部屋置いとけばなんとかなる世界。まあでもそういうちのが嫌な人もいるもんね。そりゃベビでルート強制できんかな。あーできんかった。えっ、こんだけ天才な。あマジで、あーもうメンタルいかれてる。もうプレイが、うっ、ライトニングバルーンのよう分からんやつね。まあ、一旦これ置いとこうか。一旦これ置いて考えるか。マスケバルーンにライトニング的なね、オシャンなね。いやでもこれだけできついじゃん。よし、でライドラーもライトくるんでめっちゃ高いっす。めっちゃ高いよ。ルート強制できちゃいました。よしよしよし。お、さあお兄さん、お姉さん、エリゴレが気持ちよくタワーに届きそうです。もう一回おかわり。おかわりして一応守るね。この一応守って、いやーゴブが強すぎー、エリゴレ強すぎー。来シーズンはエリゴレゴレレジャー環境です。グッドゲーム。